飯田哲也は神奈川県藤沢市出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。中学校時代は軟式野球部で一塁手としてプレー。藤沢商業高等学校入学後、投手に転校。2年次からエースを務め、高い潜在能力からメジャースカウトも視察に来るほどだった。甲子園出場経験はなし。アジア大学に入学し、1年春から 中継ぎとしてリーグ戦に登板。しかし、チームメイトに、後に、プロ入りするキューリア・レン、東浜京がいたことから、登板機会は限られていた。またに学年後輩には、山崎康明がいた。JR 東日本に入社し、1年目から公式戦に、出場、都市対抗野球でも好投を見せるなど活躍。この頃から 140km にも届かなかった。 急速が 145km に上がり、変化球にも磨きをかけたことから、スカウトからも注目される投手に成長した。車業では、営業部の所属ながら、駅員として、池袋駅での勤務や、運転席への同乗勤務もあったという。2014年10月23日、ドラフト会議で広島東洋カープから6位指名を受け、11月20日、契約金4000万円。 年俸800万円で仮契約を結んだ。2015年は5月23日の東京をヤクルトスワローズ戦で1軍デビュー。7回から登板し1回1アンダム失点だった。16試合の登板ながら防御率2.65という成績を残した。2017年の周期キャンプよりサイドスローへの転向に取り組んでいる。2019年1月5日。 2018年11月28日に広島市内在住の一般女性と結婚したことを発表。同年のシーズンオフに戦力外通告を受け現役を引退。引退後も球団に残り、現在はスコアラーを務めている。投球フォーム時速 145km の直球と落差のあるカーブ、カットボール、チェンジアップを投げ分ける。ありがとうございます。